い、魚座の皆さんこんにちは、なつきです。いつもコメント、ご視聴、高評価ありがとうございます。チャンネル登録も励みになっております。ですね、今回はずっとやりたかったんですが、10月、11月、12月の3ヶ月のまとめたリーディングをですね、配信していきたいと思います。いつも鑑定でやってるスプレッドではあるんですけれども、動画にするのは初めてなので、ちょっと拙くなってしまうと申し訳ないんですが、ちょっとご容赦いただけたらと思います。また前半後半のいつもの動画も、深掘りのね動画も出しておりますので、そちらと合わせて参考にしていただけたら良いかなと思います。はい、ではシャッフルからやっていきます。よろしくお願いします。はい、ではカードが出揃いましたので、順番に解説をしていきたいと思います。こちら伏せている3箇所が10月、11月、12月ということなんですけれども、半分ぐらい展開してしまっているんですが、こちら側が過去から現在のようなもので、対策2枚がこちらの中央のものですね。そして最後、キーカードのようなもの、オラクルという位置になるんですけれども、そちらがカップの5の逆で出てます。いいですね。はい、では現状から順番に解説していくんですけれども、今ね、結構今まで培ってきたものとか積み上げてきたもの、そちらが、結構自分の中でもね、満足に積み上がっていて、その価値みたいなものを自分の中で結構確信めいているっていう感じがあるんですよね。その積み上げたものを使って新たにやっぱりこれからも新しい展望をね、見ていきたいなと思って進み出していこうとしているところなんじゃないかなと思います。やっぱりその小さかった思いみたいなのを、徐々に徐々にね、こう積み上げて、信じていくことで今の現状になっていると思うんですよ。十分こう根は耕せたなっていうところもあると思いますし、あとはまあこれからもね、その自分で培いたいもの
習得したいものは日々こう絶やすことなく、自分の中に取り入れたいと思っているし、まあ、それをね将来に向かっての、役立つものとしては十分自分の中で確信を得てるっていう感じがしますね。うん、周りはちょっとね頑張りすぎで大丈夫っていう風に心配している方もいらっしゃるかと思いますが、結構大座さんの中ではもうそれでも全然大丈夫っていう感じだし、そこまでやりすぎっていう意識は自分の中にはないんじゃないかなと思います。やっぱり自分の中で信じる力が結構ついてきて、明日を見てね結構今明るい気持ちで前を向いていけてるんじゃないかななんていう風に思いますし、大座さんのねこう柔らかい人思いの、優しいエネルギーをね持った星座さんですけれども、結構自分に自信を持ってね自分主体でもいいじゃないかっていう風に考えられているような感じがするんですよね。それがとってもいいことなので、すごくいい結構ポテンシャルだななんていう風に思いました。でもやっぱりこうまだ動きは出せてないっていう感じなので、それを形にするためにどうしていこうかなっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思いますし、まあ、動き出してる方もいらっしゃるかもしれませんが、ただただやっぱり未来は明るいっていうふうにすごく信じているっていう気持ちがね今は強い感じがありますね。いいですね。そこでこうまた、3ヶ月今年どういうふうに流れていくのかなっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではまず10月ですね。10月、ザ・デビルの逆位置とナイト・オブ・ソーズ、いいですね。これがまたデビルが逆っていうのがいいですよ。キー、やっぱり今自分が信じているものとか今作り上げられている自分っていうことに対してまた過去のしがらみみたいのが取れていくんですよね。執着していたものとかこれがないとダメなんじゃないかっていうものが徐々にね抜け落ちていって、でまた本当にやりたいことに対して勢いがついてくるんですよね。いいですね。こう人間関係とかでもしかしたら言えるかもしれないですね。あの人がいなきゃダメなんじゃないだろうか自分はとか、こういうことがやっぱりできない自分だからあの人がいてくれるんじゃないかとかね、やっぱりすがりたいとかなくしたくないとかそういうふうに思っていたかもしれないけど、今とっても新しい自分をね作り上げられているところなので、まあ、そういうことも手放して本当の自分でね突き進んでいけるって言われているんですよ。すごくやっぱり走り出したら早いような気がしますし、ここで培って、少し思考している現状からやっぱり行動に移せそうな感じはとってもありますね。その確信がやっぱり行動に変わって勢いがついてくるっていうような感じがします。人間関係でいうともしかしたらねお別れをして自分のやりたい例えばお仕事の方に注力を注ぐ方もいらっしゃるかもしれないですし、また新たな人をね探すのに自分で行動をガツガツしていけるかもしれないです。どっちにも取れるかななんていうふうに思うんですが、現状のその魚座さんの状況からまた動き出す感じがあって、でそれもやっぱりいい方向でねとっても動き出せているので10月の運勢とても良好だと思います。自分の思うままに突き進んで大丈夫っていう感じですね。そしてまたこの対策2枚が、デスとタワーというふうに出てるんですけども、まあ、これ対策なのでねあまりこう結構強いカードですけど怖がらないでいただければと思います。まあ、あとはやっぱりこう生まれ変わりの時なんだなっていうのはもうこの2枚を見ててすごく感じますね。生まれ変われるように意識するっていうのが大事なのかなと思います。自分でこうちょっともしねこうウェイトをかけてでも生まれ変われるように自分で舵を切っていくっていうのがもしかしたら大事になるかもしれないですね。あとはこう少しね衝撃的なこととか自分でこうって思うことが起こってもやっぱりそれは自分が変わっていく時なんだとか、生まれ変わるようにこう周りがね作用してくれてるんだっていうふうに思うっていうのが大事なのかなと思うんですよね。いいですね。やっぱりこう変われる時っていうのはタイミングが来ますので、まあ、そういう時間を経て2025年もっと新しい自分にね完成されて進んでいくんじゃないかななんていうふうに今からでも結構思ってしまいますね。
で、このキーカードオラクルが、カップの5の逆なので、これもいいですよ。また、今までどうしようどうしようとか、こうなんかショックなことがあって失望していて、こう残ってるカップにも気づけないっていう感じだったかもしれませんが、ちゃんとこう今までやってきたものがこれからの自分に対して後押しをしてくれるようなものを素材としてちゃんと残してくれてるんだっていうこととか、これからの希望にちゃんと目を向けれる、今までこう倒れた方にばっかり目が行ってしまってたけど、こっちの希望の方にね、目をちゃんと移していけるって言われてるんですよ。たとえこれがかすかな希望であっても、自分はそこを信じるっていう風な、こうね、強い気持ちみたいなのがやっぱり伝わりますね。今の現状でもとても伝わりますけれども、そこのやっぱり、信じる気持ちみたいなもの、もう過去は振り返らずに明日を見ていくっていう気持ちがね、とっても大事になってくるんですよね。いいですね。はい、ちょっと流れがいいのでこのまま11月も見ていこうと思います。で、魚座さんの11月ですね、クイーンオブカップス、それから、コインの3の逆位置ですね。いいですね。こう両方とも人が集まってくるっていうカードなので、協力者が11月出てきそうな感じがします。クイーンオブカップスもね、こうとっても広い心でいろんなものね、受け入れる慈愛の強い、優しいエネルギーの星座さんなので、まさにこうちょっとね、魚座さんとリンクしますけれども、まあ人ごとね、いろいろやっていくっていうカードでもありますので、ここにもね、鳥さんがいたりとかして、この溢れた思いを一緒にこう汲み取ってくれているような感じがします。コイノさんのカードもね、専門家たちと一緒に作り上げていくっていうカードなので、そんなお話があるかもしれないですね。みんなで一緒にやっていこうっていう話が、それが現実化しなくても、そういうお話があったり、そういう人が寄ってきてくれて、なんだか話が進み出したりとか、そんな予兆がね、あるんじゃないかななんて思いますね。とってもこの勢いづいた後からは、余裕が持てそうな感じがします。あ、もうこれで大丈夫なっていう風に確信めいたように思える気がしますし、魚座さんの中でね、やっぱりこう視野を広く見れるようになってくると思うので、ちょっと余裕が出てきそうかななんていう感じがしますね。11月落ち着いていそうでいいかもしれないです。あとはやっぱりね、こう人が集まってきそうなので、そういった方のご縁とか、つながりとかをね、大事にしていかれたら良いかなと思います。そういう風に言ってる友達がいるよって言ったら、自分から積極的に行動して、自分からコンタクトを取ってみたりとか、ちょっとフライング気味でも、その人を返さずにね、自分から行ってみるとか、そういうこともいい縁につながるんじゃないかなと思いますね。まあ、そこでもこう多分関わっていく人っていうのが今までと変わっていくっていうこともあるかもしれないです。でもやっぱりそれって環境がそうさせてくれてるんですよね。新しいところに行きたいところって、やっぱり今までの人と関わっているばっかりでは、開けるものも開けなかったり、開いていける道に限界があったりしますので、そこでやっぱり人間関係が変わったり、関わる人が変わるっていうのはとってもやっぱりいいことなので、ぜひね、11月そういったご縁大事にしていただけたら良いかなと思います。はい、では、12月もね、掘り下げていきたいと思います。おー、カップの S いいですね。それからワンドの5の逆、12月もなんだか落ち着いていきそうですね。もしかしたらこうご縁があった人たちと話が噛み合わなかったり、ちょっと違くないっていう風に思うこともあるかもしれませんが、そこもちゃんとね、12月落ち着いていきそうです。あるいはこういろんな自分の感情とかが、ごちゃごちゃしながらも進んでいくかもしれませんが、そのごちゃごちゃした感情も落ち着いて、一つの感情を持って自分で明日を目指していけるっていうふうに言われているんですよね。カップのエースがまたいいですね。何かもしかしたら気持ちみたいなのを受け取る方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな気がしました。あんまりそういう読み方をする時もあればしない時も多いんですけど、カップの S、 やっぱり感情みたいなものをね、渡してくださる方がいるかもしれないですね。
それはお仕事かもしれないし、人間関係かもしれないですけれども、なんだかこう新しい気持ちが湧き上がってくるっていうのは、まあお仕事にもね、恋愛人間関係にも言えることなので、それがね、12月はなんか受け取るっていうような感じがするんですよね。大田さんの、精神バランス的にはね、徐々に落ち着きつつ年末を締めくくれる感じがしますので、とても穏やかで良いと思います。ちょっとワンドの5だけどんな感じなのか補足を1枚引きたいと思いますね。ユニバース、すごいいいカードが出てきましたね。なんかもう何も問題ないですね。揉め事とか言い合いとか、なんだろう、ごちゃごちゃした感情とかも全部含めて、ああもうこれでよかったんだっていう風に丸く収まるっていう感じがとってもします。本当にいいですね。またこう成就と完結してからのね、新しいスタートみたいな感じがあるので、何かここに出会えるような、一個の過程というような感じがしますね。なんかただの過程っていう感じがします。そこをね、こう小田さんなりに一生懸命突き進んできてたら、なんかある意味こんな感情に出会っちゃったっていう感じがあるんですよね。12月面白くなりそうですね。穏やかですけど、何かこう突然のことも起こりそうですし、誰かから気持ちを受け取るような、そんな感じがしますけれども、すごくいい感じでね、2024年を締めくくれるんじゃないかなと、この2枚のカードを見て思いました。いいですね。それこそワンドの後のこの逆位置にもリンクするじゃないですか。諦めてたような感情がやっぱりこう自分をつなげてくれたりとか、助けてくれたり、やがてそれが形になったりとか、していくんじゃないかななんて思うんです。やっぱりこの2個のカップね、気づけることがキーですし、まあこれがもう逆に出てるので気づいていけるとは思うんですが、そこのね、感情がだいぶ、ポイントになるんじゃないかなと思います。あとはやっぱり何事もね、こう生まれ変わる時なんだ、新しく進む時なんだ、もうこれから過去の自分とは違うんだっていうところは、しっかり意識されて行動されたら、とてもね、いい感じに自分の理想という未来に、ちゃんと着実に歩いていけると思います。いいですね。とっても小田さん、この3ヶ月なんだかやっぱり成就しそうな感じがしますし、小田さんのね、バランスもどん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 自分の中で取れていって、自分としても自分が好きになれるような風に生まれ変わっていけそうな気がするんですよね。いいですね。では最後に、ちょっと手短ではございますが、オラクルカードを引いて終わりたいと思います。飛び出たので、なんか綺麗に飛び出たのでこれにします。お、ニュービギニングス、すごい超リンクしてるじゃないですか。ニュー&ブライタービギニングス、アウェイトミーナウ。もう待ってくれてますよ、新しい未来が。新しく、そして輝かしいね、始まりがもう待っているので、ぜひそこに向かってね、扉を開けに行ってくださいね。こう、もう星がキラキラしている未来に、これから魚座さんが進んでいきますので、ぜひ応援しております。私も月星座魚座なので 楽しみです。 頑張っていこうと思います。はい、ではちょっと短いですが、3ヶ月動画ね、こちらで終わりたいと思います。またお仕事や恋愛人間関係を深掘ったいつもの前半後半の動画もね、引き続き出していきますので、そちらも参考にしていただけたらとても嬉しいです。はい、では魚座さんの3ヶ月リーディング、こちらで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。失礼します。